おろいかって。僕が上手だからですよ。ゲームが。僕は上手いからですよ。これ俺の見間違え？一発もらったんだ。大きい声出すなって家族から言われるほどだけどね、僕も恐ろしいんだよ、モノラって。釣りもしないキラーがいましたと。皆さんどう思います？釣りもしないキラー。釣りもしないキラーがいてさ、壁入ってくれない奴らがいんの。あの映像見たら俺ホラーだと思うよ。あのさ、脱出するなら脱出すりゃいいのに、釣りもしねえって明確にわかるじゃん。釣るキラーだったらいいよ、俺100歩譲って。釣るキラーだから怖いから、あの助けませんはいいよ。ノーワンあるからとかで別にそこまでやるとは言わないよ。釣りもしねえキラーで壁も入らねえんだぜ。あの三人組の人間性がもう最悪だったよ、俺、ほんとに。釣ってるキラーなら100歩譲ってわかるのよ。行動が意味がないんだよ。禁音しない状態でやってるキラーに対して意味ねえんだよ。意的でしかねえんだよ、この行動が。もう状況が悪化する一方で釣らせりゃいいんだよ。状況がもう悪化の一途をたどってんだよ、これで。いやぁ、発電機回すとあれになるんだよな。だから治療してから行ってきて。回すとあれだよ、入っちゃうよスイッチが。回すとスイッチ入っちゃうよ、もうこの人に言うと。俺優しいからあれだけど、向こうの方行ければ回しきれてないのがあったんだけど。これね、救助早すぎるとどうせ負けるから、これだけ回しきれねえんだよ、もう。申し訳ないんだな、ガリーナ時間ねえんだよな。何々させると、
こいつに聞いてほしい。無駄なことをすることは良くないってこと。それじゃなくて釣らせて、その間に発電機回せばいいの。状況が悪化するの一方なの。ねえかもな。どこにいるの？倒れてる。ウェッカはどこで倒す？ノックアウトか、これ。どこで倒れてんの？治った？やられても意味わかんないとこ。L1。何してんのこれ。ここまでやっぱりヒロちゃんがいるゲームってやっぱ楽しいよね。一番やれるプレイヤーが残ってるっつ。だからどう。いるいる。まあ、デッドバイの王道は、やっぱヒロちゃんがここの位置にいれば、ものすごい、強いでしょ。これや！これや！ヒロちゃん、デッドバイのスーパースター！やっぱりヒロちゃんがここにいるのは強い！今日のゲーム全部そう！ヒロちゃんが、ほんとね、
吊るさないトリックスターだったんだよ。なんかサーカスじゃねえか。病院か、どっちだっけ。あのね、壁も入ってくれなかった。3人いて、吊るさねえ奴がいて。野良ってすっげえなと思った。俺も怒り心頭だった。吊るしてるキラーなら俺100歩譲ってわかんない。ノーワンとか吊るしてるキラーだったら壁に入らなくたって別に。無理しなくていいよで、終わる話で。あ、やべえなと思った。一人たりとも壁入らないって、やべえなって思った。俺がいればチーム勝つわな。チームの精神的支柱ヒロちゃん。ここにいるかいないかはもう、大事なゲームだから。うん、勝ってよ。うまい。俺がヒロちゃん。チームの精神的支柱ヒロちゃんがいい位置にいるかいないかだからね。ねえ、家族から大声出すなって言われるぐらいね、発狂しちゃうっていう。吊るさない。